あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。それでは質問を読ませていただきましょう。先生こんにちは。心理学にも詳しい先生に質問があります。と、あるデートマニュアルに吊り橋効果を期待してホラー映画やお化け屋敷に彼女を誘うと良いと書いてありました。これは本当でしょうか？はい、質問ありがとうございます。ありますよね、デートマニュアルとかですね。本もありますし、今はサイトとか YouTube でもですね、デートのテクニックとか、これは使える女の子の落とし方みたいな動画も実際僕も目にしたことがあります。相談者さんの文章に出てきました吊り橋効果という効果、皆さんご存知でしょうか？有名なので聞いたことあるなっていう人も多いかと思うんですが、簡単にですね解説しますと、吊り橋の上にいるような恐怖や不安を強く感じる場所で出会った人に対しては恋愛感情を抱きやすくなるという効果ということですね。例えば本日の相談者様が例に出されましたホラー映画やジェットコースターなどで得られるドキドキ感を恋愛のドキドキ感と勘違いしてしまうという効果ですね。実際そんなにうまくいくのかよって話ですけども、一応それを使えば効果ありというような恋愛マニュアル、デートテクニックで紹介されていることが多いです。ですが僕自身はいまいち賛同ができません。まずホラー映画というのは人を選びます。確かにドキドキ感というのはあるかもしれませんけども、女の子の中にはホラー映画が好きな子もいれば、ホラーとかグロい系は絶対無理という女の子も実際に存在します。ですからドキドキ感を得る前にそんな映画をセレクトした時点でデートがうまくいくことはないですよね。ジェットコースターとかも同じようなことが言えます。大体の女の子は好きなのかもしれませんけども、僕のようにジェットコースターはもう絶対に乗りません、てこでも断りますっていう人もいますから、そんな人を無理にジェットコースターに乗せても嫌われる確率の方が高いでしょう。ですからこういったデートマニュアルとか恋愛テクニックっていうのは非常の空論的なことが多いですよね。ではどうしたらいいのか。僕がおすすめするのは、こういったサイトや本に書かれているつけ焼き場の恋愛心理学というものは一切無視してください。そのような小細工やってうまくいってる人を僕は今までに一人も見たことがありません。T 社長やよくモテる男のように勝手にねそういうテクニックを使用してたっていうパターンはありますけども、その本を読んでこのテクニックを女の子に使ってやろうみたいなことで成功した人は聞いたことがありません。ですから相談者様が例えば女の子と映画に行くのなら、無難なのは今一番流行ってる映画ですね。それか女の子の好みによってどんな映画が見たいかをセレクトする、一番単純な方法は女の子に何が見たいって質問するのが手っ取り早いと思います。そのための努力として、あなたは見る映画が決まった時に女の子と2人で行く前に必ず下見として最低1回はその映画を見に行ってください。僕も以前この話どこかの動画でしたような気もするんですが、重要ですのでもう1回ここで話しておきます。25年ぐらい前ですかね、20歳前後の若かりし僕は好きな女の子と映画に来ました。渋谷のね文化村っていうところに見に行ったんですけども、その時見た映画は彼女を見ればわかることというですね、僕には一切理解不能の映画だったんですけども、好きな子がそれを見たかったので一緒に行きましたけども、僕は半分ぐらい寝ててその後の会話も弾みませんでした。ですのでその映画デートは完全に失敗ということになります。本来映画というのはね、まあ娯楽、エンタメ、楽しむものですが、好きな女の子、自分が落としたい女の子と行く映画はエンタメではございません。バトル、戦争と考えてください。大げさではなく、それを踏まえて1回どころか2回3回とその女の子と行く前に一人で足を運んでがっつりと覚えて、パンフレットとか買ってですね、家で復習予習、見どころストーリーとかね、映画終わったらこんな話をしようという勉強を経て、その女の子と行くときはあくまで自分も初回のふり、初めて見ますよという体で言ってください。今話しましたけど、大事なのは映画そのものよりも映画が終わった後の喫茶店やレストランで話す映画のトークです。そこが最重要になりますので、よくインプットしておいてください。しかしそのトークもあまり自分が喋りすぎることなく、できるだけ女の子に話させて、その女の子の意見に全て賛同するような映画トークにしてください。あなたの映画評論とかね、ここはこうした方がいいとか、女の子が言った意見に対して、いや違うな、僕はこのような展開が良かったとか、ここはあの俳優の方が良かったねみたいな話、1ミリも女性は求めていません。男性の知ったかムービースターウキペディアは一切必要ありませんので、聞く側に徹する、そこに集中してください。本日の相談者様の質問の回答として、うまくいく映画デートの方法を話させていただきました。映画とか遊園地とか水族館、何でもいいんですけども、そういうのに限らず恋愛マニュアルとか、うまくいくデートテクニック、そういった本、サイト、また恋愛心理学というものに頼ってもね、さほどいい結果は得られないと思いますので、今日の僕の話を参考にして一度映画に誘ってみてください。うまくいくことを祈っております。それでは本日もありがとうございました。動画が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。